と8番の鈴木伸二、この辺が難関勢。6番手から原田健太郎です。原田上がってきました。それを察知して3番手から4番の柏木慎介、柏木も3番手から上がる気配。よく1番の原田健太郎あたりを見ています。前はすんなり伊藤正樹、まくりの伊藤正樹が譲りの後ろ、5番の吉田健一、愛知の2人、外から4番の柏木、さらには1番の原田健太郎です。強引に原田健太郎が主導権か。原田主導権です。2番手3番の前反り、インコース4番の柏木慎介粘る体勢。3番手もこうなりますと7番9番並走です。あと8番の鈴木慎二、後ろは6番の松村、さらには2番5番の体勢だ。先行1番の原田健太郎です。2番手マークセンダー、インコース4番の柏木慎介、外3番の前反り雄一郎マークセンダー、後ろが今度は2番の伊藤正樹。ここぞとばかり得意のまくりが2番手まで来ました。先頭は1番の原田健太郎、横まで伊藤、後ろには5番の吉田健一、愛知両者ですが直線コースに入りました。粘った原田健太郎、原田粘った、原田粘った、外から今さらに外から5番の吉田健一か。吉田健一来ました。内では原田健太郎。